ようこそお参りくださいました本日は「神道の高い館人は死んだどこへ行くのか死後の世界」について少しお話をさせていただきます。 さて、死んだらどうなるのだろうか、まあ、そうした疑問はですね、まあ、人類の長年の謎でもあるかと思いますそれに対して古今東西の多くの宗教ではさまざまな霊魂感高い感を編み出してきておりますよね死後の世界農業、天国と地獄、まあ、極楽などなどまあいろいろたくさんございますよねでは神道ではどうなのでしょうか えー、神道では死後の世界というものはあるのか、えー、今日は神道のの、えー、死後の世界についいてて少しお話をさせていただきます、えー、なお、まあ、注意といたしましては、まあ、神道にはですね、まあ、教義教典などというものはなく、まあ、長い歴史の中で、えー、多くの先人たちが理論を編み、えー、また地域によって、まあ、育まれてきた信仰というものがございます。 さまざまな考え方ございまして、まあ、今日はその中の一つ一、まあ、例をですね紹介をさせていただきます、えー、本日お話をさせていただくことが2つございますまず1つに「神話から見たあの世」2つ目に「死後の霊魂の行方」について少しお話をさせていただきます「他界」というのは、まあ、現実世界とは異なる空間に関する観念 を指してているともと言われます日本の神話、まあ、古事記や日本書紀には、まあ、どのような高い異なる世界が記されているでしょうか、まあ、ちょっと挙げてみましょうかね一例をまず天井にあるという神々の世界高間の原次にイザナミが死後に行ったとされるヨモツ国次にサノ能が支配し 大国主が訪れた訪問したとされる根の国また根の片す国そして少な彦が大国主元は大名口との国づくりの後に渡ったとされる常世の国以上の高いが日本の神話「まあ、古事記日本書紀」などで、まあ、有名な高いとして記されておりますよね。 死後の世界と言われている、まあ、代表的な他界といたしましては「読み」がございます読み「読持つ国とも読みます「えー、古事記」などではですね「イザナミがかむさった後に赴いたとされる国ですそして「読持つがまがどんなところなのか「えー、古事記」にはですね「読持つ国の神「読むつ 神の電車、御殿がですね、まあ、暗かったようですが、まあ、暗かったように記されておりますが、読泉の国、読泉国全体が暗いというわけでもないようですね、そして、読むつ国、どこにあるのかというのは不明で、しかし、読泉国に通ずると言われている、読泉平坂の伝承は、日本各地にございます、広島県にもございます。 関石における漢語読みはですね、まあ、地下の世界地下の世界を指しているようですが、まあ、古事記などのです、ねまあ、本文の文脈からは、まあ、地下の世界にあるとははっきりと読み取ることはできないようですまあそれは違うのではないかという指摘もございますまたそうした神話の高いだけではなくてですね「万葉集」など他の古典 などを読み解きますと、え昔は龍、えー、母、お墓などは山中、山の中や森にあったことから、えー、死後の御霊は、えー、森や山などにあるという、そういった考えも多かったようです。え特に山が多かったようですね。昔から、まあ、現実社会の水平方向に広がる高いとして、山がございます。 まあ山中以下ですとか山頂以下とかそういった言葉もございます山は死者の御霊また神様がいらっしゃるというそういった考えが日本には昔からございます皆さんも聞いたことないですかね山に入って何か不思議な出来事が起こったというそういったまあ日本の昔話たくさんあること。 と思いま,すまあ山に入って天狗に出くわしたりとかそういったお話日本各地にたくさんございますよね。まあ、それが、えー、日本にとっては昔か山は異界異なる世界であったというそういった高い感が日本人にはあったのではないでしょうか。では次にですね神道では人は死後どうなると考えられているのか、まあ、その一例をですね 紹介いたしますあくまでもそういった考えもあるという程度で聞いていただければと思います先ほども紹介いたしましたようにこの世とは異なる高いあの世というのは様々ございますたくさんありましたよねどれもですね霊魂と神様がおわす国として、まあ、古典に記されていることが多くございます それらの国と死後の御霊の行方はまあどう関係しているのか一つのですね考え方としてこのような考え観念もございますそれを紹介させていただきます死者の霊魂は一旦余持つ国に参りますそこで遺族や子孫のまあ心からの葬祭、まあ、葬式などですねお祭りによって一定年 一定の月日まあ35年ですとか50年経ちますと次はですね永遠不滅の静かな世界といわれる常世の国に移り、まあ、そこに永住するとも考えられておりますまたその御霊死者の御霊は年月が経ちにつれて、まあ、個性を捨てて先祖の御霊と一体となる という考えもございますえ近世では江戸時代の浸透家でもある中西直方という方がこういった和歌を残しております日の元に生まれ入れし増す人は神より入れて神に入るなりとそういった和歌を残されておりますえ薄なの神様から命をいただきそして その生涯を終えた後は産ナの神様のもとへ帰るというそういった考え方もございますそのように死者の御霊は産ナの神社産ナ神氏神様の森に帰るとかあるいは自分の家の祖霊者お墓に宿るというそういった考え方もございますお盆やお正月などには先祖の御霊 ご先祖様は家族のもと、子孫のもとへ帰ってきて、そして子孫たちはですね、丁、え、重、ー、にお,、ま、おもてなしをして、さらに丁重にお祭りをすることで、死、えー、者,者の御霊を和ませて、まあ、ご先祖様との深い交流をするという、それが神道の霊魂観、まあ、先祖、先祖祭祀の、まあ、考え方の一つでもございます。 そうした高いにいらっしゃる御霊は祭りによってこの世にお迎えができるというのが神道の霊魂観の特徴かと思います死後御霊は高いに旅立たれるそれは私たちが生活している現実社会とはま異なる場所ではあるでしょうが、まあ、生きている私たちが祭ることにより 死者の御霊は世つ国にも常世の国にも氏神様また祖霊者にもいらっしゃり時折私たちのところに帰ってきて慕い合い思い合い喜び合いながら近くで私たち生きている私たち家族皆さんを守ってくださっているのかもしれません人は決して一人で生まれてくるわけではないですよね 私たちを産んでくださった親がいらっしゃいます。またその親にも先祖がたくさんいらっしゃいます。多くの先祖がいらっしゃる。決して一人で生まれてきたとは言い切れないですよね。そして亡くなった後も決して一人ではなく、多くの生きている者たちとのつながりというのは捉えることがないのかもしれません。それが神道のですね まあ死後の世界の考え、まあ、霊魂感であったり、また、高い感ではないでしょうか、まあ、そういった考えもございます。